投手の佐々木朗希君です。チームとしてここまで投手の出場を持っていまして、まだ一度も行けていないので、最後の夏チーム全員で投手に行けるように自分のできることを全て出し切って、最後は、チームのみんなで投手に行けると思います。冬明けて初めての投手戦になるので、秋とは違った、力とかすごくあると思うので、その変わって自分たちの、成長を感じていたりとか、あとはどれぐらいに通用するような気持ちとか、あとは夏に向けて課題とか、収穫とか、そういうところをやることができたらいいと思ってますし、すごくいい経験になると思うので、頑張っていて、個人として、すごく刺激になりましたし、そのくらいのレベルがないと甲子園に行けないということを実感しました。実感したので、こうみんなに伝えて、もっとレベルアップできるようにというふうに思っています。ずっと目標にしてやってきたので、仲間同士の、絆の強さとか、強くなったと思いますし、普段も一緒に生活してきて、強い思いがあるので、そこを含めて、このまま仲間と、投手に伝えてください。